今日は待ちに待ったクリエイターのライブに行きまーす。でね、今日はですね、仕事行ってゴム球をぶちかまして、仕事終わったら美容院に行って刈り上げします。で、それが私のライブルーティンなんですけど、なんかそういうのもね、見せれたらと思います。今日は推ししか勝たんってことで、推し勝つ行ってきます。に行ってきました。ちょっと聞いてほしい、ほんとなんかいろいろありすぎてなんかやばかった。なんか結論、ライブは最高でした。本当に
もうね、なんか燃え尽きちゃって、でもロス半端なくて、I miss you って感じ、もうすでに。本当面白かったのが、ドイツのテレビに取材されちゃって、まあいろいろ話してインタビュー答えたんだけど、最後写真撮っていいですかって言われて、後ろ刈り上げを撮ってくれたんだけど、それを本人たちに見せるって言われたの。そしたらね、そのライブ終わってすぐ会場出て、パッとあのスマホ、インスタグラムを開けましたら、やばくない？やばくない？やばくない？私の後ろ姿がインスタのトップに来てて、え？な、何これ？みたいな、びっくりびっくりだよね。そう、クリエイターの公式 とフレッドとミレさんが投稿してくださいました、コラボ投稿で。なんか嬉しいよね、本当に見せてくれたんだって。だってフレッドとミレさんのカメラロールに私の頭の写真が入ってるってことですよ、わかりますか？やばいよ。そう、それでドイツの取材がね、ちょっと思いもよらなかったんだけど、まあ、内容は言えないとして、いろいろインタビューされててさ、テイク3ぐらいまでったの。本当やばくって、でなんか1回目ダメだったのが、文章の中にクリエイターって言葉入れなきゃダメみたいに言われて、共通の言語としてなんか分かりやすいから入れたいみたいに言われて、でテイク2取って、テイク2取った後に、歯に口紅ついてるからもう一回撮りましょうって言われて、でもうちそれ多分カメラ回ってないんだけど、外人みたいな反応しちゃって、ウワーオーみたいな感じで撮り直して、捕まれるといいな。あ、そう、会場入って結構整理番号遅かったんだけど、5列目ぐらい普通に行けて、でさ、下手ってなんかフレッドバンギャみたいな、なんか言い方悪いな、女の子結構多くて、平均身長ちょっと低めだったの。そんなあれ、身長マウント取れないんだけど、なんかちゃんと拝めましたわ。はい、ということで今からね、夕飯食べる。でさ、あのいつもライブ前にこの刈り上げねしていただいてて、まあ詳しくはアベマ TV のの何っていう番組でやってるんですけど、本当にいつも刈り上げやってもらってて、まあ、裏話すると全然撮れてなかったんだけど、もう最初ねやっぱ大変だろうなと思ってロゴを書かせるの、だから K だけでいいですとか言ってたのけど、それだったら全部書いた方が良くないって言われて書いてもらったわけ。でもすごいよ、マジすげえ。刈り上げはまああと1週間ぐらいしたらもう消えてしまいます。短いんです、寿命が。ちょっとうちやっぱ話がね、あんま面白くないかも。じゃあ今日はクリエイターライブ楽しんできました。最高でした。遠くから来てくださってありがとうございました。ご苦労様でした。また日本に来てくださいね。もう私もメタル界に貢献できるように頑張んなきゃ。ギター弾いてみたとかピアノ弾いてみたの動画出したと思うんですけど、ベイクファンとしてもね、プレイヤーとしても頑張っていきたいなって思ってるんで、でこういうライブのね行ってきたよみたいなのも発信して、日本のメタル界を盛り上げていけたらなと思っております。頑張ろう。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ステイメタル。Satan is real.